台湾の映画関係者から重視されている台北フィルムフェスティバルが16日、台北フィルムアワードのノミネートリストを発表。イブ・アイと劉秀芳がノミネートリストを発表しました。あ,あ、ね、很快就會交到新朋友了。不需要。反正暑假就回 LA 了。我答应 Jessie 要一起去 horse c 昨年金馬賞で話題となり高く評価された台湾映画アメリカンガールが長編作品賞主演女優賞など12の部門でノミネートギデンズ高監督のティルウィーミーターゲーム」も11部門に名前が挙がっていますまたガッテムドアシュラインカンテーションも9部門にノミネートされています 国際新人監督コンペでは12の作品が勢ぞろい、ポーランドのアカデミー賞候補作品、リーブ・ノー・トレイシーズ、2021年ベネチア映画祭入選作品、コスタ・ブラバ・レバノン、2022年ベルリン国際映画祭のコンビニエンスストア、ビューティフル・ビーングスなど多様な作品があります。 台湾からはアメリカンガールのフィオナローンとシャオランのリー・イホーもエントリーしています今回のエントリーは268作品そのうち長編映画が26、ドキュメンタリーが57短編映画159、アニメ26と前回の3分の2に減少しています直接の原因は昨年の新型コロナによる影響だ多くの映画の撮影が中止や延期 あるいはその侵攻に影響を受けてしまったため長編映画やドキュメンタリー短編映画に関わらずいずれも数が減った第2に間接的な原因としてオーバー・ザ・トップメディアサービスの普及によって多くの制作会社がドラマ制作に進出し長編映画の本数が顕著に減少した2022台北フィルムフェスティバルの2つのコンペティションの作品は6月23日から7月9日の期間に上映されます 受賞者は7月9日の授賞式当日に発表されます。<music>